はい、こんにちは、ちょうです。今回の企画はライズのリアル、リアルの取り付け方法を説明したいと思います。はい、前回、エアロできたっていうメインチャンネルのね動画ではナンバープレートを外してつけてくださいねでしたんですけども、やっぱりナンバー外すのみんな嫌なんだと、まあ一手間ですよね、自分でできないってなるということで結構試行錯誤しました。はい、なんと、もともとはナンバープレート外さなかったら白いところが見えたり黒いところが見えたりで、ちょっとここをなんとかせないかんよね。ここを黒のカッティングシートかなんか貼ってやらなきゃいけないよね。やらなくてもいい方法見つけたんです。はい、これがなんと結構ギリギリまで攻めました。これもう改良バージョンなんですか？そう、これはもう前のとは違います。で、何をしたかというと、もちろんカットしたんです。で、カットしたんだけど、これは手でカットしたけど、製品はね、ちゃんとコンピューターで機械が切るから、はい、ちゃんとした状態になるんですけど、ここよりちょっとだけ、今まではガバーって短かったからナンバープレート取らないと入らなかったんだけど、ナンバープレートにもちょびっとだけ入ってる。だからなんとかつけれるんですよ。そうすると本当に自然で、これからお見せします、はい、ただ何も養生しなくてやるとナンバープレートで削れちゃいます。ああ、このエアロの方がね、傷んじゃうんですね。だからこういうね、養生テープっていうのを、これモノタロウでも売ってるしホームセンターでも売ってます。はい、これをまず貼った後に取らなきゃいけないんで、はい、こっち側に貼っちゃうと取りにくいのね。ナンバープレートに被る部分が多いから、だからこっち側、ギリギリ外側にこれを貼ります。こんなような感じで、こんな感じで、はい、ここも貼っとくとより安全でしょう。そうすると、ナンバープレートに当たっても、はい、で、もっと言うとナンバープレートの方にも養生します。こういう風にもう包む感じですね、ナンバープレート。こういう風に、こうするとこの横の部分で、削れること削れることがない。これで準備 OK。 はい、はい、こうやって養生します。で、この状態でまず仮合わせで、その前にここのね、そこに2個ピンが、純正ピン止めるところが1箇所2箇所あるのね。はい、で、それは外しておいて、あとここのタイヤホースのところの純正ピンも右左外しておきます。はい、左右ですね。はい、その状態でこれを、はい、この中に入れなきゃいけない。ああ、なるほど。そうしないと入ってこないから、そう、ここに入れなきゃいけない。で、さらにはナンバープレートの中にこれを入れるんで、ただここを入れながらだと入っていかないから、まずはこう合わせて、これちょっとこうこうやってやれば広がるんで、少しこうやって広げながら、ほら入るでしょ。おお、なるほどなるほど、ちょっと湾曲させる感じですか。そう、湾曲させる感じ。ただ下は入っていかないと絶対にいけないんで、本当にギリギリなのが入った。おお、入るともうスポット入る。入るとスポット入る。もう本当ギリギリなの、キワキワなのね。ああ、かぶるかかぶんないか、かぶるかかぶんないかっていうギリを攻めたの。そうするとこの違和感がない。で、この状態から今度ここを少し広げて中にパンと入れる、ここも同じように広げてからの入れると、これでつきましたね。で、まだこのバックプラグ、両面テープがしっかり効くように
パックプライマーを塗るためにエッパー層がどの位置に来てるかっていうのをしっかり塗るためにこの状態からマスキングテープでこのエアの境目をマーキングします。ちょっと下目にやってもいい、両面テープってこの位置だからさ。はいはいはい、うん、だからなるべく下ゴムモールにかぶってもいいぐらい、いいぐらいで、ここはもう本当にキワキワまでいくから、はい、この面両面テープなんで、はい、ここはまあマスキング貼らなくても位置は分かります、はい、位置が分からないこの部分をはい、これでもう一回外します。エアロを外す、外し方はさっき最後にやったようにこのここはめ込むやつを外す、うん、でここで引っかかっちゃうから、うん、これ引っかかるのを少しこううまくずらしながらやって取れます、はい、これでこの部分がねちょうど両面テープの当たる部分で大体この辺、この辺を塗っていきます。はい、ただゴムモールの厚みよりもまだ下に行ったところに両面テープがいるんで、はい、ここからさらにゴムモール分の厚み分だけ下に下げときます。そうすると絶対に高パックプライマー塗ってもゴムモールより上の部分にパックプライマーを塗るミスは起きないと。はい、よし、で今度ここも塗るんだけど、はい、ここに当たらないようにこの上の部分にマスキングを貼ります。で今度ここを両面テープつくんで、はい、この上の部分だけ隠しておきます、はい、次にパックプライマー使います、はい、これは両面テープの付きをすごく良くするためのものです、うん、じゃあこれをで開けるときはピッて出るときあるから今回出なかった、はい、でここ両面テープつくところにで面を変えて新しいところ、はい、はい、今度は青いパックプライマー、はい、これは見慣れないですね、うん、これは樹脂専用です、うんはい、色がちょっと違う黄色い、でここに、はい、当たるんで両面テープが樹脂部分のところですね、うん、はい、うん、ここも両面テープ使います。ナンバーの下、よし、で次いよいよこれをつけるわけですけども両面テープ一気に外さない方がいいよね。こういう短いところはまあまあ一気に取っちゃっていいと思う。ただこういう長いところは、うん、もう一部分だけこの部分を取っちゃっていい。で短いところは取っちゃう。でここもこれはちょっと少しだけ。でこれが戻ってこないようにマスキングで留めておきます。でこっちもね、ここもね、これがこうつけるときにこうなるといけないんで、はい、ここはね半分に折って取りやすくしといて、はい、
こうやってやっとくと引っ張り出せる感じ、引っ張り出せる。ちょっと強いな、半分ぐらいにしとこうか、うん、こんな感じ。はい、 OK。 はい、これで準備完了です。はい、じゃあさっきと同じようにもう一回つけていきます。はい、次はもう本番だからね。そうだ、こっちを持って広げて、うん、ナンバープレートをかわしていくと、うん、ナンバープレートの下に、お、で次にこれを中に入れる、うん、この中に入れる、はい、ここを先に入れちゃうとここが入らないけど、うん、ここを入る位置を体で覚えてから、ここを先に入れてここを突っ込むと。なるほど。でこの最終的にこれを広げてこう中にこう入れるね、うん、で位置はここに穴がある、純正の穴の位置に合わせるみたいな。はい、はい、でまあこれ先にマスキング取ってもいいんだけど、うん、まあこの両面テープやる前にマスキングを取ります。はい、で これでダメなの、これ。あー、ゴムボールが入り込んでますね。そう、上から下へってやると、おお、なるほど、綺麗になる。うん、あ、でもマスキング後の方がこうやってなんかゴムボール引っ張り出せる感じになる。まあそういうのもありかもしれんけど、途中で切れたらやっかいな。確かに、これはやりやすい方に。でもゴムボールがまだやっぱ 残っちゃうもんね。これ中に入っちゃうの、これダメなの。こういう時は、あ、ほら、ほら、おっしゃ、いけた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 、あー、出てきましたね。あ、こっちは上手。あ、いい感じですね、出てますね。こんな感じで取っていきますね。はい、はい、取れた。そしていよいよ両面テープの保護シートを外していくんだけど、はい、その前にピンの位置だけは先に押さえておいた方がいいから。あ、確かに、ピンを先に止める。で先にピンを止めるわけだけど、うん、そのピンを止める前にここのナンバー、ここのね、位置が右左大体同じぐらいになるように位置を調整するの。はい、これ一応穴が開いてても、うん、多少は差し込んでも動くのよ、穴の方よりも。ちょっと遊びがあるんですね。そう、遊びがあるから。はいはいはい、だからなるほど、でカチンって止めるともう動かなくなるんで、うん、このセンターをとりあえず出してから、こう右に行ったり左とか動くでしょ。本当だ、動く。そうすると左に行くとほらこんにちはするよね、隙間が。そうですね、出ちゃいますね。出ちゃうよ、はい、これを中にいれば隠れるよね、うん、今度中に入れてこっちが出たらダメ。そうですね、そう、だから大体のその真ん中位置を、まあ、今これちょうど真ん中位置ぐらいかな。このナンバープレートもね、うん、実は遊ぶの。あ、ちょっと動いちゃう。これ例えば閉める人によっては、うん、右に行ってたり左行ってたりする。お、はいはい、例えばここのここ右左が均等にならないよって言っても、これはナンバーの位置の可能性が、うん、最初からついてる位置ギリギリなんで、ギリギリだから右左一緒にはならないかもね。なるほど、これも遊びがあるから、ナンバーも。うーん、だからナンバープレートが必ずしも真ん中とは限らない、うん、っていうことで、まあ、隙間を揃えるのはあくまで目安だね。はい、ここパチンってやった時、ここの穴の位置とかこのカットはもうコンピューターで計算したところで切ってるんで、はい、ほとんどズレが起きないから、うん、ナンバープレートの隙間が右左違うことはナンバーの位置がズレてる可能性が高いと、うん、はい、だからまあまあここはそんなにむちゃくちゃ神経質ならないかな、うん、はい、でこれが純正ピンなんですけど、もともと純正バンパーだけを止めるところにこのエアの厚み分が入ってるから、うん、結構硬いの。こう手でグーッと押さえながら、うん、パチンで、これがつけた後にこうやってこれガッチリ止まってるでしょ。そうですね、これで OK。 はい、こう少し遊びあるじゃん、うん、遊びある時に手前に遊んどる時にパチンって止めちゃうと、うん、噛まないのね。うんうんうん、もともとは純正のバンパーの厚みの計算でこんだけの長さだから、はい、さらにこれのエアロの厚み分重なっとるから硬くなるんだわ、はい、だからしっかりこれをグーッと上に持ち上げて
ちゃんと車体の方に噛むようにしてガチンとやれば、うん、ガッチリ止まる。はい、次タイヤホースの方もこれをピン止めます。はい、はい、これを刺します。はい、でこういうのでちょっと力入れて、ああいった、なかなかしっかりとこの厚み分挟んであるから硬いです。はいはいはい、これでね、あとは両面テープの保護シートをめくってギュッギュッと押さえればいいんだけども、はい、先にこのナンバープレートのこの周りの余剰を取っていきたいと思います。はい、すごくない？すごい、頑張ったでしょギリギリ攻めましたね。本当に、いやでもこれでもうナンバー取らなくって、もう自分でつけられる、ナンバー取らなくてもいいし違和感も出ない。はい、すごい皆さんのお声のおかげでございます。そうですね、まあ、皆さんの声が整理に反映されました。はい、よし、じゃあ両面テープつけていく前に気をつけるのがこのゴムモールね、うんうん、このアーチ、この子ね、なかなか、うん、入り込んじゃうね入り込むのが好きな子ね。内向的たりちゃう、あ、そのやり方なんか前教わりましたよね、爪で押すみたいないい感じで、じゃあここから先やろうかな。はい、硬くなる。ああ、結構押してましたこういう時はね、無理に引っ張ると、うん、ちぎれる。はい、もう根元根元根元、よし、いけた、うん、いけたいけた、はい、でこれでギュッギュッギュッと押していく。サイドの方もね、しっかりと、ここ広がろう広がろうとするから、うん、なるべくしっかりと、しっかりと、もうパックプライマー塗ってるから、まあ結構強力に使わず、よし、いい感じ、これまだ軽くやっとくのは、はい、こっちもあるからね。はい、そうだな、先にやりたいことを金曜に長いところからですね、うん、こっちからちょっと、こっちは効いてないからほら、うん、簡単に楽ちん、あで、うん、大丈夫やね、はい、はい、大丈夫。はい、で両面テープをよくするためにしっかりと指で押さえて、オッケー、はい、おーっしゃー、できたーすごいじゃんね、ほんと違和感なく、ほんとですね、これ全然隙間は目立たないし、もうつけちゃったら前回のと何も変わらない。変わらないです。すごい。はい。ということで、はい、こちらの方はもうナンバープレートを外してつけるっていうものはなくします。はい。もう全てナンバープレート外さなくても取り付ける。うん。できるっていう、そういう野郎になりました。はい。はい。じゃあ他にもまたサイドステップ。はい。フロント。はい。このリアのマークです、はい、フロントのマークです、はい、取り付け動画アップしてますんで、ぜひ見てね、お願いします。